どうもクレシンマニアです。今回はしんのすけ最大の武器であるお尻の特集です。テレビでも大活躍のお尻、映画ではどんな活躍をしているか振り返ってみましょう。1999年公開の爆発温泉ワクワク大決戦では、湯ざめ巨大ロボットをヒロシと一緒に攻撃します。自衛隊でも歯が立たないロボットでしたが、金の魂の湯の力で変身したしんのすけのお尻で少しだけダメージを与えました。ただし、しんのすけのお尻も赤くなってしまいます。2000年公開の嵐を呼ぶジャングルでは、アクション仮面も苦戦したパラダイスキングをケツだけアタックで気絶をさせました。アクション仮面との戦いでパンチを顔面に受けても全然大丈夫だったパラダイスキングが、しんのすけのお尻には一発で気絶とは恐るべし。2003年公開の嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードでは、大量のスイートボーイズのメンバー相手にお尻だけで頭にぶつかりやっつけました。2006年公開の伝説を呼ぶ踊れアミーゴでは、こんにゃくローンを倒す手段としてお尻を使います。柱を使い一気にこんにゃくローンを倒しました。そしてケツ下げ星人なら重力さえ無視できるのです。2018年公開の爆盛りカンフーボーイズラーメン大乱では、プニプニ剣の修行をしたしんのすけは相手の繊維を喪失させる繊維尻質を習得しました。これはケツ下げ星人と同じ技ですが、修行の成果でキレとクオリティが上昇、その動きは一味違います。2021年公開の謎向き花の天かす学園では、天かす学園で起こっている怪事件をなんとしんのすけが解決。しかもしんのすけは頭で考えずにお尻で考えての解決でした。考えるお尻の動きが激しくて面白いです。何よりもしっかりマサオくんたちがしんのすけがお尻で考えるタイプということを理解していることがわかるいいシーンでした。いかがだったでしょうか。しんのすけのお尻は本当に役に立ちますよね。皆さんはどんなお尻のシーンが好きですか。ぜひコメントで教えてくださいね。それからチャンネル登録と高評価をお願いします。